おはようございます。こんにちは。こんばんは。ノーミルクサトでございます。こんばんはの人、今日あんまりいないんじゃないかなと思いますけど、今日はこちらでございます。FC 町田ゼルビア、生存競争そうということで、今日皆さんどうぞよろしくお願いします。今日、この動画が出てる3月9日は、3月9日といったらちょっとレミオローメン出てきますけど、あのー、川崎対京都を観戦しに、お前町田じゃねえのかよって言われたらごめんなさいなんだけど、まあ、ちょっとね、いただいたものがあるんですよ、今日はね。 また町田行きますけど。てか、それこそ平川雄大佐野会長見たいんだけど、まあ、今日ちょっと川崎対京都と等々力行ってるので、もう等々ね、来てるよって方いらっしゃったら声かけていただけたら嬉しいんですけど、今日の動画は町田でございます。えー、町田の生存競争って一体何なのかっていうところも含めて、まあ、データのところとかしね、今日使う画像は後ろにちょっと出てるよってところもあるんですけど、えー、一体どんな内容というか、えー、今日知っていただきたいのは町田一体夏、または今シーズン終了段階で一体誰が、どんな人が生き残ってるのか、それして、 マチダは G1 に生き残ってるのかという点も含めて今日は話していきたいと思います。それでは今日もどうぞよろしくお願いします。えそんな感じで、えー、私ノミル佐藤こと、えー、ミルニに、えー、ゼルツク含めエ、えー、ミルアカ含めこちらのノミル佐藤データラボ含めて適宜、えー、いろんなコンテンツも出したりしますから、えー、いろんなところでチャンネル登録、えー、高評価ボタン、あとは サブスクの加入 <laughs> などなどいただければと思いますので、皆さん、どうぞよろしくお願いします。または、えー、あれですね、いろんなスタジオで見かけた際に、あの声をちょなんか、なんか、とこうかけていただけたら、えー、ふミラーが見てるよとか、個人チャンネルを聞いてますよっていうふうに、言っていただけると、あの、 ニコニコすると思いますので、ぜひよろしくお願いします。あ、あの、苦情は受け付けてないので、すいませんが。はい、ということでいきましょう。こちらでございます。今日の話題は、町田 J1 のここまで2試合を見た上で、まあ、データ的に含めた上どうかっていう話をしていこうと思っております。左側にはとりあえず各ポジションの、まあ、序列トップみたいな感じとか含めて、まあ、書いてるかなと思いますがえ、39人在籍してるチームではありますけど、まあ、エリキ・ナさんを含め ま、怪我人もちょこちょょここ出てるかなとというところで、えー、なんで練習参加してるのとしては三十数人かなと思うんですけどまあその中でのまあ今序列的に言ったらキーパーは谷君であとはセンターバッカーはドレシビッチとチャンミングだし、まあ、右輪も鈴木純也かっこあとは望月んですよね。 で左は林くんがいてでせで、ボランチのところは銭湯、芝戸にカッコで、下田、安井、宇野なのかな。で右はバスケス、バイロン、左平川、優、カッコ、藤本。 でフォワードのところはオセフン、おせふん、かっこ、デュークと、まあ、なサンホは怪我しちゃったので、やっぱり藤尾ってところが、今は主に出てるメンツなのかな、なんていうふうに思ったりしますけども、も右側にもそのね、番手表みたいなことは書かせていただいてますが、下にあるデータってところが、まあちょっと今日は見ていきたい、えー、今日の軸になってくるところなのかな、なんていうふうに思っております。まあ、去年 2023年は、まあ、G2 で優勝して、で、ゼルビアとしても悲願の初の G1 ということを今、過ごしているわけですが、初戦はガンバ戦、60分まで退場者が出るまでは、それこそ1-0リードだったので。 まあその退場もあって、最後、宇田美選手にね天気見られて1-1で終わっちゃった。2試合目は1-0で勝ってて、最後、米本選手が退場があって、1-0で勝ったって形ですけど、ゼルビアシティはここまで2試合、90分を11対11ではまあ試合はしてないってところがあるので、データ的に言うと、まだちょっと異常値なレベルかなとは思ってはいますが、上がオフェンス編、下がディフェンス編プラス保持率っていうところでちょっとデータを持ってきました。 カテゴリーも変わっているのでまあ、単純比較なんてことはできないかなと思いますがちょっと一緒に見ていただければと思っておりますゼレビアはここまで2試合連続で1点取っているものの去年と比較すれば去年はやっぱ2点3点取る試合も多かったですからそこと比べたらまだ半減状態ではありますがそれでも失点がね宇佐美選手のフリーキック1本だけだっていうところがあるので去年よりも失点が減っている状況です得点も減っているし失点も減っているってことはあ,り、まあったりはしますけどそれでもやっぱり0.5しか決められていないってこれは ちょっととと大きいいいいいすすごいこなななんじゃないかなというにうには思いますさらにオフェンスのところでいったら、えー、ペナルティエリアへの侵入回数だったりアタッキングサードへの侵入回数ってことは去年よりも多くなっていて、まあ、フリーキックもそうですしあとはロングスローもコーナーキックもそうですしそういうセットプレー関連の数値で中に入りきれてるってところも大きいかなと思ったりはします。 チャンスの量も明らかに去年よりは多いですがただそこら辺で最後割れてないっていうこともまた事実かなというのはあるのでそういう状況にセットプレーだとかそのロングスローってのでいいチャンスを得られたとしても決めきれてないのはまだ現状かなまあこの間藤尾君の得点をその流れから1点取ってるっていうのはあるんですけどといってもまだまだ点もっと取れるんじゃないのってところになってるかなと思いますのでやっぱりシュート数とか枠内シュート数みたいなものの単数になるそのチャンスから得た いろいろシュートのねタイミングにおけるものがいろいろ変わってきたら話は変わるのかななんていう,ふうに思ってますで。ディフェンスの方に関しては去年よりかやっぱり入られるケースですよね、えー。自分たちが侵入されたくないエリアのところまで侵入されちゃってるかなっていうことはあったりしますけどそれでもむしろ押し込んでる回数の方が増えてるかなっいうところは大きいかなと思ってるので、まあ、これはこのままなんかゼルビアがやってくというかゼルビアがやりたいコンセプトに近いのかななんていう,ふうには思ってたりするんですよ。で ただだからこそ思うのが、去年 J2 もやっててもそうだったと思いますけど、去年だってね、結構な補強をした上で、で、やってきたけど、で、途中から鈴木純也加入したり、バスケス・バイロンが加入したりなんてことがあって、えー、それで、春先でもメンバー強かったけど、夏からもさらにググッとこうレベルが上がったじゃないですか。で、そのバスケス・バイロン、鈴木純也は今年でもこうスタメンに名を連ねていて、 で今年で、えー、移籍してやってきたナサンホオセフン、芝頭、仙頭、林、ドレシュビッチ、谷この辺りもやっぱりスタメンに名を連ねるようになってだ去年の春段階を知ってるレギュラークラスの選手って言われたら、まあ、一応、藤尾君も念のため入れるんであれば藤尾、平川、チャン・ミンゲムぐらいなもんでなんだったらその前の年でいわゆるポポビッチ体制から知ってるのってこんな子だったらもうだって平川君しかいないんですよね。 そのね平川君とやっぱりボボビッチ体制までのことを考えたら、ゼルツクもね、僕、加入させていただいたあたりの時ですけども、やっぱり佐野回収とこう対戦していくっていう今節のね、 ミルワカではすでにもうプレビュー出てると思うんでこ鹿島の中盤からセカンドに関してなんか言わなくてもいいからやっぱり強度面だよねってところでえお伝えしているようなプレビューはミルワカで上がってると思いますからそちらもちょっと見ていただければなとも思いますけど逆に言ったら2年でもうこれだけ変わっちゃったっていうのがあるのでまあエリキが夏以降また戻ってくるとは思いますし彼がスタメンにも入ってくるとは思うけれどもおそらくこの夏のところでも2、3人プラスの補強があるんじゃないかと思うから J1 級の補強は絶対あります。 なんなら平川、藤尾たりもヨーロッパに抜けちゃう可能性ってことはゼロじゃないかったなと思ってはいるので、まあ、3人ぐらいこの現状のレギュラーメンバーからさらにレベルアップできることを考えるともしかすると逆に言ったら今 G1 の中で、えー、そんなに出れてないよっていう方々の入れ替えってのはあり得てしまうかもしれませんあとはとはいえまだ2試合だってこともあったりだとか あとはまあ11対11までやってない人から終盤を11人経験してないってこともでかいじゃないですか、11対11って意味ね。 だそこまでのところでもしかしたらまた逆転とか逆に逆転されちゃうなんてことがあると思うので90分間トータルで考えてそれぞれの選手がどうかなんて見られる機会ってことも結構増えてくるのかななんてことも思ったりしますけどそう考えたときにまたメンバーの入れ替えがどうなるのかさっきとっぱ多数に僕も変わるかなとは思ってたりするんですけどなんか去年とか以前もありましたけど徳島とか福岡とかの話題で1回話したことがあるんですが今回,この今回は町田が該当する形になりますけどやっぱりちょっと j G1 ってヨーロッパに抜けるとか G1、G2 間での,その昇降格みたいなことはもちろんあったりするんですけど意外と入れ替えっていうのがそんなにこう激しくあるわけじゃないなっていうのがあるんですよね。 で特にやっぱり今は、まあ、J リーグもそういうような状態になっていってるってのはありますけど例えば川崎だったりマリノスだったりちょっと今は入れ替えが進み始めた、まあ、年齢の分布だとかまで入れ替えが起こり始めたところはあるけどそれにしたってあんまりこうチーム間での流れがこれ結構硬直化していて大体優勝しそうなチームはよほどのことがない限り,やっぱり上位争いをするし注意かなって思われたチームはやっぱり中位争いしてるし残留争いかなって思われたチームが残留争いしてみたいな。 そういういケースは結構増えてると思うんですよ。で、じゃあなんでそういうことを起こるかって言われたら、久しぶりに J2 から J1 に来ましたとか、逆に J1 の中でも上位に行けてないねとかってチームに対して、じゃあ J1 のレギュラークラスがじゃあ移籍するかって言われたら、よほどなことじゃない。こう、出場機会がもっと増えるかなとか、年俸増えるかなとかじゃない限りやっぱり動かないわけじゃん何か求められることがなければ。 だったから、もともと j 2から上がってくるチームも、ちゃんと G1 で定住できるような状況になったら僕行きますよ、みたいな、そういうオファーに対するこうアンサーみたいなのがあったりする中で、福岡とか徳島とか、やっぱり2でも結果残してきた彼らが、まあ今はね、福岡なんかもルバンも取りましたから、もう強豪チームの中に仲間入りしてるかなと思うものの、ただ、それであったとしても、 やっぱりお給料とか人件費の割合とかっていうところで移籍を迫られる人も出てくるしずっと残り続けるわけにはいかないとかそこにはなかなか加入できないとかってこともあるわけで,で町田に関してもやっぱり今年はねすごいメンバー揃えたってところはあるけれどもそれでもやっぱりこう初めての J1 になるからどうなるか分からないやっぱり降格しちゃうかもしれないまあいわゆるサッカーとしてね過去の歴史ってものが J1 にないわけなのでだったらちょっと迷う。 けど、こっちにしますね、みたいなこととかもあるわけですよね。 でもただ半年戦ってそれがやっぱりはあのトップハーフまあそれこそ1桁順位とかで終わってるようだとやっぱり町田いいじゃんってことになって距離高いそちらのチームに行きますよなんていうケースとかも今後だったら出てくる可能性はありますし例えば夏に今度パリオリンピックあってパリで出れなかった組だとか選出されなかった組だとかが何クソっていうところから反抗精神でやっぱりね、えー、メ,ンバーメンツ取れそうなところでこう行くなんてことのケースとしては出てくるでしょうから、まあ、そう考えてくると 待ちだってない今のペース成績ペースってことを維持したままで夏までいければさらに夏以降のところでググッとこうレベルを上げていけるチームの一つなんじゃないかなというふうに思ったりします逆に言ったらだからやっぱ今いるメンバーがしっかり功績 の自分のこれね座席というか枠みたいなものを確保できてないとなかなか夏で入れ替わっちゃったりだとかそれまでの育成レンタルの期間だとかでえ入れ替わるなんてケースも全然ゼロじゃないのかなと思うのでそれこそ今のところだったらアタッキングサイドに入れてるってことは現状あ,のある程度こうチャンスメイクもできてるっていうのが過去に比べてもあるので前の方の皆さんっていうのはおセフンの毛型とかエリキの毛型とか覗いたらそんなに大きく変わることはないんじゃないか。 でディフェンスの方もドレッシュビッチ、右辺りで思って、数字自体は悪化してるように見えるかもしれないけど、ある程度入られても別に構わねえよっていう感じのディフェンスをしているので、このまま硬直化してしまったら、今、なかなか出番ない方々っていうのが夏で売られてしまう、他のチームに行っちゃうなんてこうケースは出てくるかもしれません。そそそそれはそれれはでねあのよりすごいいチームというかそれこそ AC で狙って何だってだた2029の クラブワールドカップニューの方とかでゼルビアもね出ていくなんてことも多分狙ってると思ったりはするんですけれども現状のメンバーと夏の入れ替えってことは結構リアルであるんじゃないかなと思うぐらいの特にディフェンスラインはあるんじゃないかなと思いますから若手の皆さんとかでも今年はルバンがリーグ戦みたいな形グループステージみたいな形であるわけではないので もう本当一つ一つの練習のところから監督の信用を掴んでリーグの中で出ていけるっていうふうにならないともうあとは試合強度を倒すためにこう一回移動なんてことになっちゃうと思いますからそのあたりどんな感じの編成が行われるのかも含めてこれからちょっとねセルビアをまたこう注目して見ていければななんていうふうに思っていたりしますそんな感じでデータも含めた上でなんかお伝えさせていただきましたえ今日のノミウうさとデッタラボでございました改めてですけど今日の昼以降はえあんまりこうツイッターとかでもそ 僕方でなんか他の試合に関しても上げることとかはないと思うので、えー、動画も上げることはないと思いますけど、まあちょっとねえー、ずっとこう外に出てるっるところがありますから、動画出せない仕方ないと思っていただければなんですが、えー、そんな感じで、とどろきでもし、ね、会える方がいらっしゃいましたら、お声がけいただければと思います。えー、ということで、えー、今日は生存,生存競争と、えー、打ち出させていただきました、ノミルサトとでございました。町田の皆さん、今後とも頑張ってください。そして、ゼルスクさん、今後も,とも町田取り上げていきましょう。ということで、のミルサトでございました。皆さん ありがとうございましたまたです